はい、皆さんお疲れ様です。T.I. ルーです。そしたら、地内デザートのオペレーションの方をやっていきたいと思います。いや、もうこれはね、砂漠がね、俺にイモレと言っている。仕方ないな、これは。仕方ない。ほんま後継ぎしたかったけどな。今の外した高いの何考えてんねん。ほんまにありえへんね。一番外した高いやつからな、ほんま。とりあえず敵、あ、おるやん、めっちゃ。めっちゃじゃないけど、え、馬、まあ、ダービースタリオンでもやっとけよ。さて、気を取り直して、ちょっと山狩り湧きたい。ちょっと砂嵐吹いてるから、あんまり遠距離射撃厳しい状態やねんけど、突撃しても仕方ないからね。とりあえずこんなことで湧いて。あ、もうすでに撃たれるね。やっちゃった。変なところで湧いちゃった。はい、変なところで湧いてしまったのですが。ここ案外抜けんじゃない？どう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 ？オッケー。お、これ適正距離じゃん。素晴らしい、素晴らしい。抜ける？出てきなさい。さっさと。おー、いいね、いいね。ガンガン出てくるね、ここ。どうやらドイツ軍の巣やったらしいな。今度ドイツ軍のスッコロリを装備してこよう。なんかいたね。やばい、やばいな、このマシさんめっちゃやばい。あかん、あかん、本気でやばいな。これオッケー、抜いた。お、2-in-1ワンですね。素晴らしい、両方ヘッドショットで抜いた。今のは超たまたま。おっと抜かれた、残念。結構旗の周り頭詰まってるからぶち込んでいきたいんだけど、どう？バター取られるかな、これ。厳しいな。一回引いた方がいいかな、この子みたいに。うわ、あー、どうしよっかな、これ。でもアップル取れてるから、ここは味方を信じよう。俺は味方を信じて今のぞ。あー、ちょっと待って、迷った迷った。でもここ結構美味しいかも、この位置。当たらんな、なんでなんで。隠れさせて。来てる、なんか来てる、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 後ろ後ろ後ろ。オッケーオッケー、こっち来てないな。オッケー。その位置のこれ当たる？落ち着いてお茶でも飲もう、落ちたとこなのに。まさか壁を貫通してくるとはね、素晴らしい。なんという威力や。さて、さすがにそろそろアップルが取られ始めて、この辺が全体的に危ない雰囲気を醸し出してるわけやけども。じゃあ、こんなこと湧いて、前進を阻止しましょう。敵いない、ここいる。OK、抜いた。ここ、あの辺いるね。あれ抜けると思うんだけど。切ることないっす。あれもう抜ける。止まらないからちょっとヘッション難しいか。75ダメージ。足に当たってみたい。一応適正距離みたいな。あれで足なんやね。だいぶ落ちんな、弾。腑には落ちないのに弾は落ちるっていうね。山田君、 TIL の座布団全部持っていきなさい。だー、魂持ってかれた。クソ。さて、3分で8キロしかしてないのはちょっと良くないので、ちょっとキルペース上げていきたい。どうする？アップルでいく？バターからいく？アップルかな。よし、じゃあタンクで湧いて。あ、あれ抜けるっしょ。逃げられたね、残念。あのまま SR 勝負したかったんだが、恥ずかしがりみたいね。正面はいないな。エリアギリギリのところに敵がいる。来るか、来ない。狙いそうなやつがおらんな。あ、バレてるバレてる、早速バレてる。やばい、スポットされてるかな、これ。うわー、制圧地獄ですわ、これ。地獄の制圧ってこのことやってんな。マップが違うけど。おっと、いやー、ここかなり厳しいとこですよ。奥来てないね。奥来てないから、ちょっとここ狙ってみよっか。あれは頭はどれや、見えへんな、見えへんな、ほんまに。煙がすごいから見えづらいな。オッケー、抜いた。ヘッションなかったか今の。あいつもう一回やる。弱ってる弱ってる。オッケーオッケーオッケー。ちょっとヘッションいらなかったけどね、焦っちゃった。あれいけるか。80ダメージ、もう死ぬ。アイスいけるか。 OK、 でしょ。おる？正面おらへん？おらんな。向こう抜けんじゃない、そろそろ。 OK、 でしょ。正面のやつ、これはチャンスやで。言っとくけど、クリップチャンスってやつや。ただ行動間違えた、終わり。あー、間違えた。行動間違えたっつうか、エイムがクソすぎたな今のな。どこ狙ってんねんって話やわ、ほんま。さて、13キロ。あ、ギリギリ。あー、 KPM3 ギリギリないかな。ちょっとキルペースさらに上げていきたい。こっち行くしかないな。死んででもアップルで行くよ、俺は。なぜならバターの山の方も抜けるからね。よし。あ、来てるね。あ、うまか、残念。あれ抜けるか。分かれたな。あれは警戒兵や。慣れたか。88ダメージ。もう死ぬ。うわ、点差が読めない。 OK、 抜いた。今山の方にスナイパー撃ったな。多分次の瞬間に撃たれるから、こっちから先に先手を。あれか。オッケー、抜いた。あれも抜けるか。上がってくれたね。なんかあそこいるよね。オッケー、抜いた。よいしょ。ちょっとこっちも怖いな。見とかないと。90ダメージ。キルが来れ。
誰かやれ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 、やっとけやっとけやっとけ。90ダメージか。ちょっとへっしょ狙うかも。ちょっとあれいけるか。うーん、ちょっとあれは頭がちっさすぎて見えへんな。うん、見えないな。うーん、近づいてもいいんだけど、どうする。ここでもうちょっとおる。アップル、これあ取ってんな、大丈夫やな。あれいけるか。うーん、横もうちょっと偏差いるな。あそこいけるか。見えづらい。止まれ。オッケー、抜いた。よっしゃ。さて、うわ、タンクにバレ、あれ抜けるやろ。立たれたな、惜しい。急に立つの禁止。抜けるやつおらんかな。手軽に抜けるやつおらんかな。お手頃なやつ、お手頃なやつ。お手頃、お手頃、歩兵いないかな。いないな。ちょっと、じゃあバターの方に行こっか。タンクいるから、ちょっと厳しいところやねんけど、多分歩兵も固まってるでしょ。さて、今のはヘッシュでもいいと思う。あ、ツヤ作った。2ロ、2ロ。32% しかない。一旦避難するか。こっち来てる、来てない、来てない。ちょっと待って、正面いる。あとやっといて。もうつらい。会社に行くのか、つらい。迫撃砲飛んでこないな。よし、スナイパー行くぞ。こっちには、あ、いるけど、どうしよっかな。バターの方の方が美味しいやろ、多分。もう一回。オーケー、抜いた。あそこにもう一人いるね。ガン待ち。あー、斜面は滑り落ちちゃった。滑るのはギャグだけでええねんけどな。これいいな。あ、いたいたいた。今のはヘッシュ狙わなあかんな。いける。オッケー、切るかないっす。ちょっとヘッシュは決まらんな。落ち着いて。落ち着くために一旦お酒でも飲もうかな。最近は飲んでる方がなんか落ち着いてる気がする。まずい。逃げろ。あっぶね。今のは判断誤って確実にゼロ。おっと、山の方にいるな。伏せてる。オッケー。美味しいね。ああいうのは最高。めっちゃ似てる俺のこと。じっくりなってもいいけどさ、じっくりなったらマジでその間に殺されるからな。そういう問題じゃなかった。さすがにスローには勝てない。そういう風にできてるから人間って。てかもう戦闘機怖いから東京ドームの中で戦おうぜ。もうあと腐れなく、もっとキルスピード上げなあかん。厳しいな、厳しいな。どっからキルするのが一番美味しい。君に決めた。トゥルルルルルル。オッケー。山の方いる。もう片付けたな。あの辺いるな。ていうか雲一つ何も見えへんて。もうこんなとこで焼肉すんだよな、ほんまに。腹立つわ。オッケー、ヘッショ。このまま徐々に死なさなくていいよ。殲滅や。やめろ、制圧がやばい、制圧やばい。逃げろ。これは死ぬかな。岩の後ろに隠れられたら逃げられるか。おっと、あと 40% いけるか。あー、無理だな。さすがに迫撃用には対抗手段が何にもない。やっぱり東京ドームでやるべきやな。1日35万円ぐらいで借りれるし。この、あー、ここタンクおらんかったら、角傷にここに湧くんやけど、どうしよう、迷うな。一応湧いてみるか。一応湧いて様子見よう。お、いや、様子見られてんの、俺。てか、なんでこっち見てんねん。こっち、味方ほとんどおらんかったやろ、そこ。この、俺から溢れ出る存在感っていうやつか。仕方ないね。リベンジかまさないと。よし、じゃあ順当にアップルから正面で抜いていくか。いや、てか、バルさん、たかんでいいから。75、適正距離みたいだな。もうちょっと偏差ですよね。OK、抜いた。ハイポットみたいなやつに。あー、そっちか。上の方にはもういなくなったかな。いないな。OK、じゃあ正面抜いていくか。あ、なんか止まったやついた。落ち着け、落ち着け。OK、OK。まあ、兵士狙えるね。ちょっと胴体切るか目立つ。アップルの方もだいぶ美味しそうやな、これ。は？ほんまに。ライト兄弟がこんなハイテクなもん作るから。男は黙って鳥人間やろ。カツラ、あとなんちけ。さて、正面から抜いていくしかないよな。よし、じゃ、君で湧くぜ。よいしょ。オッケー、抜けるか、ここ。こっちいるな。やれんかった。あれ抜ける。うっそ、ヘッショじゃない。落ち着いてみましょうね。すごいキスんな、あいつ。偏差がなかなか読めない。あれ抜けるでしょ。あいつ抜けるはず。オーケー、抜いた。2マン。3マン。繋がってるよ、まだポイント。あっかんわ。横偏差グダグダやな、ほんま。出直しようか。あんだけいっぱいおったら誰か当たってもいいと思うんだけど。抜いたな。嫌な動きすんな、あいつ。あれ抜けるよ。急に止まるから、ほんま。なんでなん、分かってんの。うーわー、熱っ。オッケー、逃げ切った、逃げ切った。あー、見えへんな、これ。あれいるやろ。あれいると思うけど。
スモーク炊かないのください、お願いします。オッケー、あいつ、うわ、すごい大きくすんな、あいつテクニシャンやな。言葉通り、彼は素晴らしいテクニシャンだ。さあ、正面いる？いる？いるね。あー、偏差が読めない。偏差と為替レートが読めない。え、ちょっとグレーとかどう投げてみたの。あ、いなかった。なんで俺さっきフレアガン打たへんかったんやろな。何考えてんの？オッケー、見た。奥は？いない？いないな。あそこ取っている。止まる瞬間があるはず、あいつ。あ、奥いるな、スナイパー。バレてるな、俺立った瞬間抜かれる。え？どっから？あ、それは絶対わからんやつ。保護色。カメレオンはジャングルに帰れ。さてと、ちょっと、どうしようかな。分ける分体が。よっしゃ、じゃあアップルで湧いて。さっきのやつ、とりあえず視界してなあかんだけど、見えへんねんけど。おらへんな。ジャングルに帰ったか。聞き分けがよろしい。あれいける。90ダメージ、もう死ぬ。あいつやれる。多分顔がそう。え、ちょっと待って。どこ？え、さっきのやつ生きてる？あ、やばい、そうしてた。これ逃げてる間死ぬやつ。絶対逃げてる間死ぬやつ。あー、ですよねー。さあ、KP 今ギリギリ3ある。3あるね。OK。よし、このまま上げていきましょう。どうしようかな。バターから抜いてく？まあ、アップルからかな。アップルからの方が距離が取れるから。よし。じゃあ、アップルで湧いて、お、結構狙えるんじゃないですか、これ。狙えない。もうちょい近づこっか、見えないから。あ、スナイパー発見。あー、制圧がえぐいわ、これ。ちょっと逃げよう。ふぅ、なかなか敵側も攻撃力がありますな。あれって、あ、敵のタンクか。これ、アップルそのまま来ると思うから、一回逃げるで、俺。ちょっと、ケーバレットとかあったらな、このまま。お、素晴らしい。素晴らしいな。一瞬で破壊したな。あとは、あいつやれる。この辺かな。あー、惜しい。また伏せたか、あいつ。え？読みづらいな。ちょっと遠いわ。一旦無視しよう。TP も下がる。あ、でもあいつやれる。あれ？見えてるよね。もっと上？オッケー、やっと抜いたわ、ほんまに。さて、敵はバターに取られてるから、このままどうしよっか。チャーリー流れてくるかな、いつもの流れやと。一旦様子見で上の方に登ってイモイモするっていうのも一つの手やと思うんだが、え、ちょっと待って、もう先客がいます。おっと、ボディオに先客がおっても全く問題がないということが今証明された。敵はこっちにはいないか。あー、火炎放射いるな。どうしよう。あ、おへ、オッケー、抜いた。あとはあいつも生きるな。81ダメージ。やっといて、やっといて。オッケー、抜いた。あの辺美味しそうやぞ、結構。一応撃っとくか。あ、ポン。いるね、いるね、いるね。グレーも投げて。窓のところ。また窓っぽ出せる、あれ。72ダメージ。あいつ抜けるか。嫌な動きするね、君。スナイパーの嫌がる動き、分かりきってるじゃん。あそこ抜くのはちょっとあんまり美味しくないかもしれんな。なかなか出てこへんわ。よし。あ、あの辺なんかいる。ちょっと。突っ込んでください。2人いるな。もう1人、これはボディの距離でしょ。え、何の爆発これ。オッケー、ボディを、素晴らしい。まあまあ、こんなもんでしょ。さてと、 KP も3切ってしまっている。最後の方、キルペースを上げていきたいところだけど、バターが取られてるね。どっちに流れるかな。アップルの流れてくる。あ、 こっちで湧いちゃった、そのまんま。そう、ミスったわ。さあ、もう一回、バーター。やばい数いるな。え？マジ？見えないな。あれいける？一人。何人か来たな、こっち。オッケー、抜いた。まだ結構いるな。どうする？一回リロードして待ち構えるか。オッケー。あ、建物の中いるな。顔出すか？顔出すか？いいよ、顔出して。オッケーっしょ。あいつやれる。ツーマン？スリーマン？スリーマンで止まってるよ。
スリーまで止まってる。ポイントをつなげる手段が1個なかった。くっそー、今のクリップいけたな。あいつはどうだよ、シルム。うっそやろ。よし、一旦引いて。うっそやろ、マジかー、今のは抜けたやろ。あ、蘇生来てくれる、ありがとう。13、14、なんで離れていくの。残り20秒。え、ほんまに優しさのかけらぐらいあるでしょ、君たちにも。お願いお願いと、あ、オッケー、針が届いた、よかったな。針の長さもう10メートルぐらい伸ばしてさ、遠くから俺を蘇生できるでしょって。ぐさーってね。さあ、バターは全然大丈夫。アップ取り返してる。ってことは敵は拠点の方にいる可能性が高いな。拠点の方向かいましょう。いるね。うっそ、ちょっとまずい。バレたバレたバレた。左から行くか。一応フレアガン投げとこうか、怖いからね。ポン。近距離にはあんまりいないようだが、どこにいるのかな。え、見えないな。あ、ここ敵おるな。ボディオで準備や。ん、いや、それ今やから。え、ダサー。いや、まあ買ったからいいけど。とりあえず KP3 ギリギリなかったか。くっそ惜しいな。まあいいや。はい、ご視聴ありがとうございます。